いっぱい知ってる知ってる岐阜のお姫隊です。よろしくお願いします。はい、郵便の国から参りました、みやび姫です。よろしくお願いします。はい、果実の国から参りました、いちご姫です。よろしくお願いします。はい、私たちは、普段は、岐阜県を中心に活動しているアイドルグループで、岐阜駅前でライブをさせていただいたり、月に1回岐阜市内のライブハウスさんの方で定期ライブをさせていただいております。そしてアイドルでは唯一、岐阜市観光宣伝隊にも任命していただいているグループです。よろしくお願いします。お願いします。岐阜のお姫隊初めて見たよっていう方いらっしゃいますか？結構知ってる方がちょっと結構いらっしゃるんですけれども、本当にね、今日初めて、あ、おろしてください、ありがとうございます。私たちをね、初めて見た方、岐阜のお姫隊っていう名前だけでもいいので、ぜひね、覚えていただけたらなと思います。そして私たち、このまずこのライブが終わった後はですね、お菓子巻きがございます。今ちっちゃい子とかね、ちょくちょくいらっしゃると思うんですけれども、一緒にお菓子を巻くこともできますし、お菓子をね、一緒に取ることもできますので、ぜひね、皆さん参加していただきたいなと思うので、このまま残っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてそんな私たちが、先ほどの天津観覧ギフサンクスというね、事務所に所属させていただいているんですけど、そのギフサンクスはただいま新メンバーを募集しております。歌やダンス経験未経験問いません。10歳ぐらいから、25歳ぐらいまでのね、アイドルやってみたいなっていう女の子いましたら、ぜひぜひ私たちにお声掛けください。公式 Twitter、ホームページ、アメーバブログもあるので、そちらからお問い合わせしていただいても構いません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一緒にアイドルやろう。はい、そしてすごい告知がいっぱいになってしまうんですけれども、私たちはこのライブの後はですね、ステージの方でですね、グッズ販売の方を行います。グッズ販売で今日歌った曲だったりとか、私たちと一緒にチェキを取ったりとかすることもできます。初めて見た方ですと、私たち岐阜のお姫隊の公式のツイッターをフォローしていただくと、無料で1枚チェキ取ることができますので、皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にもう一つだけ、すいません、告知ばっかりで告知はもう一つさせていただきます。先ほど天使奈々ちゃんも言ってたと思うんですけれども、濃姫祭り、私たちも谷中瀬エリアで出演いたします。皆さんぜひね、本日出演していただいているファッションさんの姉妹グループのパーティアネオさんも出演させていただけるということですので、皆さんぜひね、遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の曲に行きたいと思います。聴いてください、シングルパーティー。バーベキュー、ぶち上げ
最後の曲は
ありがとうの気持ちを込めて歌いたいと思います。それでは聴いてください。魔法の言葉、ありがとう。